流れが滞ってたら、はい、あの痛いんですけどね。ああ、滞ってんな、うん、これは肩甲骨剥がしっていう有名な仕事ですね。お前の日のやストレッチから、こういった関節の溝なんか脇の下とかも、はい、まあ、リンパと呼ばれるところがとにかく流れが滞りやすいものだから、はい、まあ、リンパを開いていくというような形ですね。はい、ただまあこうエネルギーなり気なり気とか呼ばれるものがこう流れておるものですから、はい、で気の流れが滞ったところに体表に壺として現れるものだから、あ、はい、まあ、流れが滞ったところはですね、あの目で見てですね、はい、あ、ここ滞ってるっていうところはですね、とすっと気圧していくような感じで、ただ、ね、20代でね、あの、はい、元気がいいもんだから、はい、そんなにエネルギーの気の循環が滞ってるとは思わないですけど、気の流れの前振りはちょっと大丈夫でしょうの前振りって、うん、大丈夫、死ぬ危険感じてない、やばい気しかし死ぬ死ぬ危険は大丈夫、はい、ツボだけじゃない、気の流れとかも、そうそうそう、あの死にませんかね、ね、爆死進化、そうそうそう、あいった、これ痛い、これ痛い、これは痛いぞ、でも痛いよりさっきのあれより、うん、そうね、だって刺してたもん、うん、あでも痛い、痛い、ああ。でも足つぼよりはそんな、ね、どう激痛って感じじゃない、コメントもできてるし、痛いけど、痛いけども、うん、痛いけども確かに痛いけども、痛いです、痛い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 、マジか、これ普通に痛いよこれもそのレベルとかあるんですか。いや、ないです、ないです、これは気の流れが滞ってると痛いという感じです。うん、滞ってるな、うん、いやいや、別にそんなに滞ってないんですね。え、そうなんだ、うん、え、じゃあ、滞ってたらもっと痛いの、もっと痛いです、おめっちゃ痛いんですけど、ちょっと何回かでもちょっと痛すぎて上がってきてる気がする痛いです、あ、痛い、これはリンパ、リンパ、リンパ散らかされに行った行った、俺リンパ散らかされに行った、行って行った、地味に行った、ごめんな、アザラシみたいな声です行った、痛いのがなんか病みつきになっちゃいそうな感じだね。なるほど、まさか、あ、あ、これ痛い、ここ痛い、ここI'm
おお。何それ。飛行疲れてる。痛そう。マジで痛そう。痛っ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 。急所だな。急所だな。あ、痛い。肩最初気持ちいいな。だんだんと。ちょっと痛い。はまってきた。え、はまってきた。痛いけど気持ちいい。でもお尻だったらあんまりね。痛い。お尻でも痛いんだ。心。えいっ。マスオさん。マスオさん入ったね。え。
今は肩から打つんですけど、ね、はい、肩甲骨剥がし、そんなのもありですか。さっきのね、ご褒美といってはなんか、ね、あ、まあね、肩甲骨剥がしレベル6をね、大抜いたんで、剥がしってその言葉だけ聞くとすごいね、痛そうな、これでもリラクゼーション系に近い感じでやってる感じですかね。いやあんまり、はい、この辺りはリラクゼーションかもしれませんけど、はい、そんなにリラックスもできないかと思うんですけど、私も結構痛いしてくる。あ、そうなんですか。ダメージ上にはやっぱでも足つぼが痛すぎるもんで、そっちがそんなに痛く感じない。あ、でもこっち痛い。その流れが滞ってたら、はい、あの痛いんですけど、さっきの気の流れって、あー滞ってんな、うん、これは こっちはね、痛い。あ、痛い痛い。左側内ももが痛い。痛い。
っち側の方が痛そうな気がする。痛いね。どっちかというと痛いよ。開いて開いて。ゆっくりと起き上がってください。あぐらを流しますね。起き上がってください。どう？痛いよ。痛い。首が痛い。痛いだろう。普通の仕上げのですね。ここで起き上がる。マジで。肩が痛い。どうですか、一通り受けてみて。今日も生きて帰れた。一応健康になるためにやってることだから、ね、知ることはないですけど、うん、生きてることって素晴らしいね。素晴らしいです。あ、マジで思うよ。あ、そう。あ、俺はまだ初回のやつだったんですけど、うん、死ね。本当にすごかった。あ、あるよ、5本揃ってるから。